こちらの数字は一般道での後部座席のシートベルトの着用率です。全国平均 40.3% に対し、福岡県は 31.9% と大きく下回っています。時速5キロ、人間が歩く程度の速さで車が物にぶつかった衝撃です。大学ラグビーで衝撃に慣れているはずの中村記者も、すごい衝撃が、いや、体重120キロの選手がボールを持ってぶつかってきた時、あの時を思い出しました。体験会にはタクシー会社の代表者が加わりました。衝撃を体感し、利用客にシートベルトの着用を呼びかけます。体験させてもらって、はい、気持ちを込めて伝えられるかと思います。警察庁の統計では、後部座席でシートベルトを着用しない場合、死亡する確率がおよそ 3.2 倍に膨らみます。乗られている方の体もしくは命を守るためにも、必ずシートベルトは着用していただきたいというふうに思っています。シートベルト着用率の向上へ、タクシー業界の取り組みが続きます。